さあ、シュレイ、それでは今日もひょってポケモン SV 遊んでいきたいと思います。皆さん、もうすぐ DLC が発売ですね。ということでね、今回はその DLC のためにね、カジッチュの色違いをですね、まあ厳選していこうかなと思います。カジッチュはですね、まあ剣盾から登場したポケモンなんですけどね、今作ではですね、まあ、色厳選がなかなか難しいポケモンとして知られているんですね。まあね、今回はそんなカジッチュですね、まあ有名な方法ではあるので、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、まあ色違いですね、まあ放置で厳選する方法があるということなので、まあその方法でですね、カジッチュの色違いをね、がっちりゲットしまして、まあ DLC でね、進化系のカミッチュにですね、色違いのカミッチュをゲットしていきたいなと思います。なんでね、まあ色違いのカミッチュでね、旅を進めたいなんて方がいらっしゃいましたらですね、ぜひね、DLC の前に準備としてカジッチュの色違いをですね、まあ今回の方法で捕まえていければなと思いますね。まあ、今回の方法はですね、確率はまあそこまで高くはないんですけど、まあ完全放置でいけるんで、まあめちゃくちゃ楽ですね。ご飯食べながらだったり、勉強しながらだったり、何でもできます。ではですね、早速厳選していきましょう。場所はこちらですね。よいしょ。まあ、こちらはですね、印の子たちになります。今回の場所は。東3枚にあるこちらのポケセンからですね、左上に行ってもらったこっちですね。まあ早速行ってみましょう。こっちこっち。あ、その前にですね、今回の色違いですね、サンドウィッチのパワーと輝き光るお守りのパワーで狙っていくので、先にサンドウィッチを食べておきましょうか。ではですね、まずサンドウィッチを食べる前にですね、しっかりレポートを書いておきましょう。このレポートはね、超大事です。ちなみに今回の色厳選はですね、まあ結構有名な方法なんで、ご存知の方も多いかもしれませんがですね、なんかコツがね、実は意外とあってですね、うろ覚えだとちょっとわかりにくいんでね、まあ、コツもですね、しっかりと皆さんに説明していただければ、いこうと思いますね。では早速、今回はですね、カジッチュドラゴンタイプですので、ドラゴンタイプの輝きパワーをつけていきます。まあ、軽くね、レシピの一例を紹介するので、もしね、他のレシピを知ってるよって方はそっちでやってもらっても全然 OK です。ではまず、ピーマン、赤パプリカ、黄パプリカのピーマン3兄弟、そしてアボカドを2つ、そして最後に生ハム。あとはですね、スパイス、甘×スパのね、組み合わせ以外だったらね、秘伝スパイス2種、何でもいいので、今回は、逃がし用でいきますね。ちょっとスパイスがね、足りなくなっているんでね、DLC 前にね、皆さんもスパイスを準備しておくことをお勧めします。色違い狙いたいんでね。さあ、では早速作っていきます。さあ、皆さん、右上をご覧いただいてもよろしいでしょうか。輝きパワードラゴン、2つのパワードラゴン、遭遇パワードラゴン、それぞれレベル3でついております。ここまで来たらね、準備はスーパー完了 OK なんで、印の子たちに入っていくんですが、まあ、まずね、めちゃくちゃ大事なポイントとしてですね、厳選をする場所というものがですね、ありまして、まあ、そこじゃないと固定厳選、放置厳選できないよということでね、まあ、まずは入ってもらったらこの左ゾーンに進んでいってください。ザザーっとね、この子たちを。そしたらね、このスターダンのね、アジト、シュウメイがいたところね、この柵があるんですね。じゃあこの柵に沿って進んでいってください。道は多分だいぶ簡単ですね。この柵に沿って進んでいただいてと、まあ、走っちゃっても全然大丈夫ですね。ここにですね、このカラフルな木が2本見えます。このカラフルな木。このカラフルな木のですね、ここにカジッチュいるの見えますかね、このリンゴみたいなのがついてます。でですね、こっからですね、このカジッチュのね、厳選方法を紹介していきます。で、ここにカジッチュがいるんですけど、ここからですね、この木に体当たりしてください、どんどん。そしたらですね、カジッチュがね、降ってきます、こうやって。で、あとはこのカジッチュにめがけて、レッツゴー。で、あとはこの柵沿いで放置して見てるだけですね。そうするとですね、こうやって新しいカジッチュが湧いてきて、また降ってくるんですね。で、それを勝手に、このレッツゴーしてるポケモンが倒し続けてくれると。まあ、これだけなんで、あとはですね、こう、時間を置いて放置しておくだけで、勝手にカジッチュは色違いが湧いてくれます。で、色違いのカジッチュが出ましたらですね、このレッツゴーしなくなるんで、まあ、緑色の、色違い緑色になるんですが、まあ、レッツゴーが止まったなって思ったら色違い出たんかなと思っていただいて結構です。まあ、これね、30分放置しておいても、色違い出たら勝手に止まってくれるんで、色違いがね、出てる状態で止まってくれます。まあ、なんで完全放置でもまあ大丈夫かなと思いますね。まあ、そしてですね、ここからちょっとしたコツですね。まずこのレッツゴーするポケモンなんですけど、なんかね、ちょっとでっかいポケモンが、いいらしい。ちょっとなんでか、なんでだろうね、木から降ってくるからなのかちょっとわかんないんですけど、まあおすすめとしてはミライドン、コライドンですね。まあ自分はちょっとね、うねるミナモでやってみたかったんで、うねるミナモを使ってるんですけど、まあミライドン、コライドンでやるのが一番無難かなと思いますね。まあデカめのポケモンだったら何でもいいと思います。あとですね、このレッツゴー、もう一つの大事なコツがありまして、このレッツゴーのね、待機中ですね。待機する場所はですね、この柵沿いがいいですね。ちょっとですね、距離がね、ポケモンに近すぎると、レッツゴーしたポケモンが帰ってきてしまう、なんてことが結構あったので、なので、この柵沿いで、レッツゴーを待っているのが、いいと思います。
はい、そんな感じですね。コツはまずでかいポケモン、まあおすすめとしてはミラコラですね。ちょっとうねるミラも試してるんですけど、まだこいつがしっかりできるか分かりません。鉄子がね、途中で終了してしまうことがあるんですよね、なんかポケモンによって。まあなんでおすすめはミラコラでレッツゴーすることをおすすめします。そしてもう一つのコツとしてはこの場所ですね。場所はこの柵の近くにしておくこと。あとはこのポイントですね。このポイント以外はね、ちょっとね、放置厳選結構難しいことになると思うんで、この場所でやっていただくのがおすすめです。ていうですね、大体ね30分で色違いがね出るかどうかはなかなか分かんないんですけど、自分はですね配信で1時間ほどやったんですけどね、その時は出ませんでした。まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、1匹ずつしかカジッチ湧かないんですね。なんで群れ厳選とかよりは結構難しい厳選なんで、確率自体はねそこまで高くないと思います。ただまあ放置厳選なんで、まあご飯食べながらだったりお風呂入れなかったりマジ放置しながらできるんで、まあいつかは絶対出てくれるかなと思いますね。まあなんでね、こっからまあ実際どれくらいの色違いが出るのか実際にやってみたいと思いますね。まあすでに1時間は出てないんで、まあこっからどれくらい出るかってことですね。では早速やってみましょう。あ、ちょっとねもう一つ情報としましては、視聴者さんがまあこの方法で厳選をされたらしいんですけど、まあその方は運が良くてね30分になんか5匹ぐらい出たと言ってましたね。まあなんで運によると思うんですけど、まあそこまで簡単な厳選じゃないっていうことは覚えておいてください。出たんじゃないか。おなんか帰ってきたぞ。これ色違う。皆さん出てきました。よかった。色違うよね。やべえ皆さん、時間はですね、うわやべえ1時間かかったわ。あれから一応ですねサンドイッチを食い直したんですよ。なんでね、マジ大体1時間、まあ、前の配信も合わせてマジで2時間ぐらいかかりましたね。めっちゃかかった。だいぶ沼りましたね。よかった。で結局ねちょっとうねるミラモンからミライドン君に交代しましたね。こっちの方がいいかなという、結局よかったっすね多分こっちの方が。やべやっぱね確率はだいぶ低いんじゃないかな。まあ俺がちょっと沼った可能性もあるんですけど、ではちょっと早速捕まえていきましょうか。夜なんでねちょっときらめきが見にくいかもしれないけど、それはちょっとねご控えなさってすまへんね。行きましょう。あかずちゃん、ちょっと緊張してる。俺外しちまった。ちょっと待て緊張してる。オッケーオッケーオッケー。で落ちてくるよね。でいただこう。逃げまで前に、あーよかった、かわいい、やっとゲットした。マジで時間かかったっす。2時間ぐらいかかりました。じゃあねちょっと草タイプなんでね、キノコの落ち効かないんで、まあ捕まえていきますわ。よかった、マジでよかったよ。オッケー、よかった。ちょっと見てください。なんかね証持ってねえかなって見たら、なんと見たこともない証とかいうね、これめっちゃレアな証ですよね。多分証の中でもめちゃこちゃレアな方ですね。見たことない証、カジッチュ、人を知らないカジッチュ、人見知りカジッチュ、これめっちゃレアなんじゃない。ちょっと待って、マジで嬉しい。ちょっとまずなね、沼った甲斐があったっすね。沼ったけどめちゃくちゃいいカジッチュ来てくれました。よかった。はい、ということで今回はですね、カジッチュの色違いをですね、放置で厳選する方法について紹介いたしました。まあ、放置なんで厳選自体はめちゃくちゃ楽だったんですけど、まあ、決して簡単な厳選ではないなということが皆さんに伝わっていただければと思います。なんでね、まあ普段の生活をしながら、まあ、時間に余裕を持って色違い厳選してあげればいいのかなと思いますね。そしてなんとですね、見たことない証という、まあ、レアな証を持ったね激レアカジッチュ君を手に入れたんで、まあ、皆さんもね、まあ、DLC に備えて、まあ俺もねこのカジッチュを旅パに加えようと思ってるんでね、 DLC に備えてね今回の方法をぜひ試してみてください。まあ、カジッチュの色違い自体がねめちゃくちゃ可愛いんでね、まあぜひですねゲットしていただければと思います。でね、なんとこのポケモン進化先はですね、今回のカミッチュも含めてねちょっと3パターンあるんで、もうねコレクターの方は3匹色違いゲットしてもいいんじゃないですか。
まあ、こいつ自体が可愛いっすからね。目がね、やっぱ可愛いっすよね。草ドラゴンっていう珍しいタイプでもあるからね。結構ね、強いポケモンでもありますね。まあなんでね、ぜひ今回の方法やってみてください。まあ今回鍛冶町ですね、放置で簡単に厳選する方法について紹介いたしました。俺もですね、まあこの鍛冶町と一緒に強くなっていきたいと思います。そして DLC を楽しみたいと思います。それでは皆さん、本日はこの辺にさせていただきたいと思います。来週もまた見てくれよな。お疲れ様でした。バイバーイ。